城様。私今までずっと耐えてきたんですが。エロ同人の導入部分か。ゴーヘルゴーを突き落としていこう。さあ続き、バッチリ目標を進めていくわ。もうじゃ5人確保か。じゃあとりあえず2回ぐらい清掃業務行った達成できるかなっていうところ。前回新たに3匹手に入ったところが、3匹っていう言い方あれやな、3人手に入ったところがねあったと思うけど、どこやったっけ。あ、ここだ。ここが結構多かったイメージがあるし、もう一回探索しておきたいっていうイメージもあったし、行ってきまーす。イベントが入りました。報告しなきゃ。これ誰、これはゴズかな。誰だよ。すっげえエロい女出てきた。誰これは。これは今の声からして神田さんかな、もしかして。いや、どこで止まってんだよお前は。こんなタオル一枚みたいな服装で、これタオルかな、なんかそれっぽいけどさ、男と二人でラブホキテルみたいな感じになってるからお前。どういう状況これ。ガチャ。もしもし、例の件についてご報告があります。ハテナってあるけど声神田さんやけどな。はい、うまく近づくことができました。情報もその時に。まず蝶の方ではまだあれの居場所は掴んでいないようです。どうやら参考の件で混乱しており、人員があまり避けないらしい。なんだこのスパイみたいな感じ。課長に近づいたら何かあるなと思っとったけどさ、スパイ活動みたいな感じになっとるな。そうですね、この点では助かりました。とにかくこのまま泳がせて、発見されそうな時はまた別の場所に移動させます。回復は順調のようです。捕獲時の外傷はひどかったのですが。はい、ジョロ号の話じゃない、捕獲時っていうあたり。わあ、この感じからしたらさ、取り逃がしたって言おったけど、回復させよる方なんだ、むしろ。わざと手放した感じなんじゃない、これ。そうですね、順調とは言ってもおそらくまだ4割くらいかと。いえ、投与はまだしておりません。投与って何？そういうご指示でしたので。何、デイウイルス的なもんがあるの？バイオハザードやん。誰このゲームけど、バイオハザードやんってツッコミ何回か結構したな、過去にも。ちょいちょいそういう系の話が出てくる。承知いたしました。では明朝直ちに投与を行います。何、投与ってマジで。そちらの方の情報も聞けました。活性化し使用率も増加しているとのことです。ですがまだ発令されたばかりのものなので、状況はまだまだ流動的かと。はい、こちらも慎重に様子を見つつ情報を聞き出していければ。はい、そのようにいたします。では失礼いたします。裏で何か知らない組織が動いてるらしいな。横になった。大丈夫、こんな程度でくじけたりなんかしない。下履いてないスチールとか見れると思うかったんやけどさ、お尻丸出しになっとるからな、俺。ずっと一緒だから。誰と？待ってて、絶対取り戻してみせる。気になる存在が前々から出てきてるもんな。あ、チャプターが変わるわけじゃないんだよ。新しいチャプター入るんかなっていう雰囲気があったけど、そんなことなかった。今日の業務だが、どこに行くか考えてない。じゃあどうするんですか今日の業務。そういうのを考えるのも社長の仕事じゃないの。そうよそうよ、上の者が指針を示さないとどうにもならんのよ。うっせ、どこ行っても大手2社にぶち当たるし、どう攻めりゃいいかお手上げ状態なんだ。だからここは優秀な社員諸君に意見を聞こうと思う。そう言われてもな、拙者はよく分からんし。俺も
お前は業務にあまり関わってないからだろうが。我も知らんぞ。亡者が集まる噂なんかは聞いたことあるけど、そのもん町にありふれてるしな。我も耳にすることはあるが、その時点で知れ渡っていることになるしな。言ってももうゴミも亡者もおらんか。また他者の連中と勝ち合うだけだろ。役に立たねえ奴らだ。メズ、お前はなんかないか。レーダー機能はついていますが、同業他社の動向までは把握できません。だよな。地下道。あ、キリク、なんかすげえ意外なやつから提案が来てな。で、地下道。そう、地下道。ちなみにどうして地下道なんです？今まで行った場所全部穴場とか遠いとかそういうのばっかりだったし、うん、あえて近場で清掃しやすい場所だと逆に被らないんじゃないか。まあこれまでのがうまくいかんのだったら、うまくいかんかった時とは違うことやらなあかんのやんだな。そういうこと。それに地下道に潜伏してた時結構見たし。もうじゃどうするんやちろ。地下道か。確かに一理あるかもしれない。何にせよ決めないと今日はあてもなくさまようことになりますよ。よし、従業員の提案を心広い超広い心で受け止めるのも車両の度量ってやつだな。ここは採用とする。行き詰まって丸投げしてきたくせに偉そうな。あ、ちなみに勝ち合ったら減給な。せんま。ほんませんまやが。解除は鉄骨渡り勝ってくらいせんまやけんな。ダメですよ、やつしろさん。せっかくキリクちゃんが提案してくれたのに。わかったわかった。てか地下道つっても広いし長いぞ。どこから攻めるか決めないとな。また別ルートを行きたいな。ちょっとマイナーなところから入ってく。そうだな、尻小口あたりから入るか。よし、そうと決まれば出発だ。尻小口。さあ勝負。あ、わーっと適度に上回っとる感じじゃ。やったー。はっはっはっは。悪いの。そして次の勝負タイムやけど、ザッ。取り返しきれない。すぐに取り返しきた感じやで。別のところ行けよ、せめてお前。HDC。あんまり強ないな、オタクの。もうじゃあ。なんでも同じなことで連戦しなあかんのかっていうところがあるんですけど、もう明らかに価値格なやつがおる。明らかに価値格極めとるようなステータスのやつがうちにはおる。あー、しかもなんか同じ服装の人がおる。なにこの二人、こんな綺麗で同じ服装の人出てくるもんなんかってぐらい。まあこの人やな、属性あっとるし何よりステータスのバランスがいい。これ価値格やな。どう考えても負ける気がせえへんなっていうやつや。好きにしたら、この人だったらいけそうやな。さあ前回すっごい立派なお餅を見せてくださったメズパイのイベントをまた見るぞ。ふい、今日も終わった終わった。中にかに近づけと。先日の件からメズのことも気がかりだったけど、なんか普通に仕事してくれたさし。それに前みたいにお世話お世話言わないし、なんだろう、いろいろと収まったのかな。まあなんでもいいや。わあ、今日はつけたし早めに寝ちまおう。なんか普通だったとはいえ、夜中にメズが来てもおかしくないな。ここは鍵をかけておこう。どうなんだろう、これどうなるんだろう。メズに鍵なんか関係あるだろうかな。ガチャリ、これでよしと。それじゃおやすみ。どう攻めてくる？レインボーシックスシーズみたいに壁壊してくるからな。なんか嫌な音するね。うん？何の音だ？なになになに？やつしろ様。メズか。わあ、何がやつしろ様じゃあ。勇者に助けられる時の姫か。勇者が来た時にさ、やつ抱きしめにかかる姫か。おー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 、
もう暴走しとるやん。なんかそのセリフ前にも見たねこれ。あーやっぱり父やつ、やっぱりおっぱいは全てを解決するかのように父やつ。もう目からビリビリビリってなってますからねあなた。これなんか黒黒バスケでゾーンに入った人からそういうビリビリっていう電撃目から出てるのも見たことある気がするねこれ。なメズ一体何を、何がどうしたんだ。八代様もう我慢できません。いろ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 したいです。いろいろってなんだろうね。いろいろしたいじゃさ、誤解を生むね。ここでさ女性陣がさ部屋の前とかたまたま通って聞かれとったらさ、明日からすごい茶化されるぞお前。何いろいろって何。それはもうできる限りのお世話をです。八代様、うい押し付けてめず、ダメだ、全く押し返せない、ちっちやつ。お世話、お世話してもいいですよね八代様。私今までずっと耐えてきたんですが。エロ同人の導入部分か。どうにも溢れる思いが抑えきれず、溢れられ抑えられる性欲の行方。わかった、わかったから。八代様、いっぱいお世話して差し上げますからね。健全なお世話だったらそんな顔にならんのよ。お世話では無理やりってのはあんまりいい方法ではないのでは。そんなことありません。あります、八代様も私の奉仕を受けたいはずです。それは否定せんわ。なんか言葉が変わってきてない。それでお前その服は一体どうした。合うサイズのものがなかったので自作しました。わざわざ八代様の好みに合わせたつもりですがいかがでしょうか。確かになかなかいい、じゃなくてダメでしたか。部屋にあった本などから分析した結果この服が一番好みとなりましたが。ニッチだな。だから嫌いではないけど状況がだな。自作にはなかなかの時間がかかりましたが八代様に喜んでいただけるならと。情熱的なコスプレイヤーみたいになっとるやん、はあ、私怖い方がさ八代様のことを考えるだけでもうもうロボットってこと忘れるぐらいに乱れとる顔しとるな、お前は。お世話、欲しい。だから息が荒いって。この衝動、もう自分では制御できません。八代様、覚悟してくださいね。何の覚悟。私の奉仕を受ける覚悟です。今から全力でお世話いたしますので存分にご堪能ください。いえ、なんなら八代様の方からこの私を機材として扱っていた。なんだろうな、 R18 に引っかからない言葉で R18 を表現するのやめてもらってもいい。そういうの今は間に合ってるというか別にいいというか。こちらからいろいろとさせていただきます。いろいろって。それはもう隅々まで。いや、何のことか全然わからん。八代様、うわー、睡眠の質下がるわ。こんな毎晩毎晩刺激的な夜続けられたら睡眠の質下がるわ。突き倒す確かに突き倒すって感じだったけどさ、そこまでするつもりは嘘つけ、そこまでするつもりはなかったみたいな感じの展開じゃなかっただろさっきの。お前どの口が言ってんだ、まったくもう。じゃあ行ってみるか、シリコ口、新たなエリアですね。地下道ではないんやなって。入り口が変わっとる感じなんじゃ。ちょっと今回は何かアイテム使いたいな。
オーソドックスに防御力上げとくか。事故死を防ぐために。あれ、ここって新エリアだったよな。すっごいもうなんか地下道とさ同じような見た目やけん、ほんまにそういう感じだったっけって思ってしまうような見た目になってしまっているからね。これ新エリアだったね。キバッカオ、あ、清掃不能回復アイテムはすごい貴重なんですよ。これ前ちょっとバンバン使ってしまって手持ちが少ないんでね、ありがたいもんです。結構アイテムある。ここってどれぐらいの戦闘力があるかは分からんけど、とりあえずあんまり強くない攻撃ぶっ壊してちょっと様子見てみようか。早いな足が。まあまあまあ戦闘力はあるかなというところなんですが、倒しきれんかった。何より1のスルンが HP 結構削られてしまったな。のしかかっちゃダメだ。あれ、回復する場所間違えたことない。回復までいかんかったけどさ、あと1人減りましたけど、いずれか1人減りましたけど。あ、猛者来たね。結構戦闘力が高いな、この辺のやつ。バカにできんぐらい戦闘力があるんで、割とぶっ破しておかんかったらやまずいかもしれないというところ。突き倒すはコスパがいい技やけん、のしかかるの方が威力が高いんやな。その辺を考えといて。もうでかいやつはちょっと攻撃一発一発が威力高いんで、ちょっと抑えとかなあかんな。まあデバフがかかっとるけん3割ぐらいで済んどるっていうところかな、見た目的には。これで倒せるかな。あ、いけるね、余裕余裕。よし、そして猛者戦に突入します。わあ、これ2体おる。こいつ2体は結構やばいで、間はアタックを減らす。こいつ使っとってもええだろう。うん、こいつパワー強いけんな、バリバリ使っとかんかったらあかんかった。ちゃみ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 でね、ね、解くと重いシールがいい。呪文から使っとってもいいだろう。これはもう燃やしてビリビリってして、でもこんなにしか削れてないっていう。保力下げとるけんね、ダメージはそんなに入ってない、そんなにどころじゃないぐらい入ってないけど。バレバレにダメージを与えていきます。このゲームはやっぱりデバフがどれぐらい入れれるかっていうのがさ、ほんまに勝負の分かりどころってぐらいさありますね。戦い方間違えたら割と普通に死にます。あ、やだ、これじゃなくて回復を今のうちに HP 減っとる人間が出てきたら使っていくべき。しかし回復は間に合わないという現状。わ、どっちに行ってもやけんな。下ちょっと行ってみるか。さて激戦区来た。ここはもう惜しまず戦うか。毒属性があんまり効かんメンバーばっか集まってしまったけど、まあデバフをかけるって意味で使っておきたいところか。そしてもうデバフデバフよ。とにかくデバフは全てを解決するって言っても過言ではないよ、このゲーム。すごい顔だったよ。ともりんすごい顔だったよ今。わ、吐くタイプが押し寄せてきた。こいつらもう一匹いたりとって残したくないような感覚。やりきれるか。何体かを倒した。あー、いや全滅じゃ。分かった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 、すんなりいきました。
立ち回り方見せたらほんまにメンバーなくなりますからね。気抜けんようになってきたよ、ほんまに。よレベルアップしたら全回復してくれるけん、そこがさいい感じのバランスを保っとると言えるかもしれません。これ倒した。ガンガンレベル上げせんでもここでレベル上がってくれよる感じがするね。裏でレベル上げるする需要がそんなに高くないかもしれんな。あ、亡者3人目で亡者回収人数が多いですね。これは嬉しい。しかし紅葉でかいやつが来たのは悲しい。ファイナルタモリ使ってもええんちゃうわな。こういう感じ、放電があんまり刺さらん。まあいいや。ファイヤー2回2人分のパンチを食らう。まあ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 、まあ、そこまで被害がでかいわけじゃないな。倒したー、いいですね。なんかこのチアリーダータイプのキャラクターがさえらい出てくるんよ。もうじゃなんでか知らんけど、ちなみに俺の趣味とはちょっと違いますね。チアリーダーよりはバニーガールの方が好きなんでね。もうブッパブッパでいくよ。あんまり押しのる余裕はないと思う。あっ、わあやばい、結構削られた。オーバーアクションがちょっと発動が遅かったせいでちょっと残って、こう先で敵の攻撃を許してしまってる感じ。ちょっと回復を多めに入れつつ、こいつはちょっと自分自身で回復した方が安パイやな。で、一ノ瀬さんの HP の回復をメズに担当してもらう形。これぐらいのダメージだったらいける。単体攻撃をまぶしてメズの攻撃も交え、メズの HP 回復も交えてやな。回復は間に合うかもしれんけど、あ、間に合った間に合った、これは間に合ったな。で、一ノ瀬さんがレベルアップしたんでそっちも回復しちゃったというラッキーなところが展開はよし。え、なんだ、びっくりマークなしでイベント始まったぞ。おや、あー奇遇だね、こんなところで。いや、結局勝ち合うかーい。はい、ゲッキュー。なんて言っちゃったから。別に単にリーダーが持ってなさすぎるだけもうなんかどうやっても勝ち合ってしまうんやなって思ってしまった。しかも割と幹部とか社長クラスの人ばっか当たらんような気がする。あー、それはあるかもですね。ジャズさん、何なんですか今回は。戦争業務じゃなくてパチンコで来てるとかじゃないですかね。パチンコをやっててかついでにここ寄ってきみたいなっていう、あんま仕事目的でない感じじゃないですかね。だったら勝ち合ったうちに入らないからセーフなんですけど。おいてめえら、誰が持ってないだ、本人を前に好き放題言いやがって。まあ最近宝くじ100枚買って1個も当たらんかったけど。どうかしたかな。いえ、ジャズさん、いや本当奇遇ですね。こんな誰も通ってなさそうなところで。そうだね、八代くんもこの辺り。はい、もう持ってたころがさ、この人も同じこと考えてましたの状況ですよ。もうみんな考えること一緒よ。まあ今日は地下道あたりをぐるぐるして、それからどこかの狩場に行こうかと。なるほど、参考のせいで狩場で他者と会うことも多くなってるからね。
そうなんですよね。でも今日はジャズさんがいるし助かったな。そうですね、いつもは勝ち合ったら何かしらでバトってますし。確かにジャズさんはそういうことしなさそうなタイプやけんな。もしかして私がいないときはゴズくんが何か失礼をしているのかな。してる。失礼というか、まあ。なるほど。じゃあ後でゴズくんにはきつく言っておくとし。なんだ？なんですか今の鳴き声。もうじゃこれも。何かがこっちに来る。ま、兄貴、すみません。鳴らしてたやつがそっちに。何鳴らしてたやつってお前。また操ってたんかお前。おっと、これはいけない。ちょっとまだ操作がおぼつかないようでね。いえ、危ないからジャズさんは下がっててください。よーし、みんな行くぞ。お仕事の時間だ。あっと軽いボスかな。うわ、やばい。こいつが大量に出てくるパターンのやつを、おいおい。3体もおるじゃないか。ファイナルトモに使うぞ、序盤から。ああ、チャミテミも使っといて。攻撃デバフは必要だろ、絶対。放電があんまり刺さらんので回復に回ってもらってもええかなというところ。効果が3割ほど減ってるんで、ここ回復しとってもらおう。ファイヤー。さて、全体必殺技級の技を2回続けてどれぐらい減るか。重い汁がいい。あれ、もう一体おったらでかいやつは倒した？そっち増援は来た。でかいやつがまた増援として出てきた。これはちょっと手が折れるぞ。手が折れるって言い方あっとうかな。でかいやつ一体いけんは。ああ、倒した倒した倒してきた。あ、意外といけたな。被害そんななかったわ。いやー、ごめんね、やつしろくん。手を煩わせて。助かっちゃったよ。ほら、ゴズくんも俺。今日だけは礼を言ってやる。いえ、いいんですよ。俺たちもウォーミングアップにちょうどよかったし。さすがにウォーミングアップにはきつすぎるんじゃないですかね。付き合わされるこっちの身にもなってよね。文句なら後で聞くから黙ってくれって。うん、いいチームだね。みんなよく鍛えられてる。うちに欲しいくらいだよ。さすがに引き抜きはその。おや、そこの機材はもともとうちのもののはずだったんだけどな。痛いところついてくる。それはそちらのゴズが正式に解雇したのをうちで雇用しただけです、うん、ゴズ。あ、そういうものはいいよっていうか、でもその通りではあるんですよ。はい、ゴズの罪一つ増えました。さあ、お前の罪を数えろ。すみません兄貴。それよりジャズさん、そっちのゴミって、さっきのゴミってもしかしてこの前ゴズが言ってた操る方法とかとでのやつですか。ああ、知ってるんだ。ゴズくん、また社外費をペラペラ喋ってやばい、ゴズの積みカウンターがどんどん増えていってる。重ね重ね、すみません、兄貴。ま、知ってるなら話も早い。そう、ゴズはね、あのね、まあなんか罪を犯してるようなことがあるんだったら今のうちに話しとった方がいいよ。何度も実験をしてるんだけど、大きな個体はさっきのように暴走することがあってね、なかなかうまくいかないんだよ。なるほど、そうだったんですか。けどだいぶ慣れてきましたよ兄貴。本格的に使えるようになるまであと少しって感じです。焦らない焦らない、安全性を確保しておかないと僕たちが危ないからね。しかし、なんでまたそんなゴミを使おうだなんて。時代はリサイクルって言うじゃないか。ゴミも有効活用できればなと。まあね、そんな発想がさすがジャズさんですね。いやいや、これは八代くんの発想をヒントにしてるんだよ。俺の？そりゃ一体どういう。君も
クショに落とすしかない亡者を有効活用してるじゃないか。そこの子みたいにね。私のことですか？いえ、こいつは歴史としたうちの従業員です。利用してるとかそういうのじゃないですよ。そうなの？え、結構役に立つやつなんで。なるほど。まあ亡者はともかく、ゴミならそこら中にいるし、使えたら楽ができるかなと思ってね、いろいろ試してるところなんだよ。そうだったんですか。さてと、長話している場合じゃないかな。そろそろ僕たちも行かないと。あ、俺たちもそうそう仕事に戻ります。おっと、また鉢合わせしてトラブルが起きてもいけないし、ひとまずうちの清掃場所を教える。あ、やっぱジャズさん親切。みんながこういうタイプの人だったらいいのになって思うんですけどね。そうですね、助かります。ここから先に行ったところにあるボルテックって工場、そこを清掃しようと思っててね。聞いたことないな、ボルテック。結構でかい敷地のところですよね。実はその工場、巣になってるって情報があってね。巣に？そう、巣だ。そこで亡者が集まって住んでるって。何そのさ、ホームレスたちが集まって共同生活してるみたいなやつは。あ、ちょっと兄貴、その話は。いいからいいから。ま、その情報が本当なら濡れ手でなんとやらってことでね。兄貴、苦労して仕入れてきた情報なのに。ゴズ君がうるさいから僕たちはもう行くよ。じゃあお互いうまくやっていこうね、八代君。はい、ジャズさんもお疲れ様です。せっかくの情報まで。次はそのボロテックってところに行きそうな感じの流れですね。ま、迷惑かけちゃったからね。そうやぞ、迷惑かけたのはジャズだぞ。ジャズじゃないわ、ゴズぞ。お前ぞ。大変だったけど倒してよかったですね。これで次は鉢合わせしないで済みそうですよ。うん、そうだな。さっきの口ぶりからすると今日だけじゃなくて長期間いるっぽいし、ジャズさんもね、出張ってきてるってことは本格的な清掃なんだろう。町の職員の私が言うのもなんだけど、こうやって業者同士が情報交換していく方がいいのかもしれないね。それって談合って言うんじゃないですか。ああ、聞こえない聞こえない。それにしても亡者の巣か。ふむ、難しい顔してどうかしたんですか。いや、ちょっと考え事だ。それより俺たちも業務に戻ろう。というわけで、ボルテックという気になるようなワードが出てきまして、ガリキの方が来ちゃった。トラップあるのにガキの方が来ちゃった。これで、いや、デバフでかない。待って、デバフでかすぎるって。デバフがでかすぎる。待て、防衛力半分ってなんやねんお前。それはあかんて。かつてないほどのやばい状況が俺たちを襲う。しかもなんかデバフを消すような類のアイテムないし。待て。かつてないほどの苦行が俺たちを襲うらしいわ。やばいやばいやばい。何やねんそれっていうような感じで。死ぬ、一発でももらったら死にそう。これ全体全部でバンブブン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 倒しきった。終わった。でももう2体目が出てきたけどって感じ。そんなことある？そんなでかいデバフ食らうことあるんじゃっていう。聞いてませんよー。よいしょー。でも切り抜けた。その代わりに手に入るアイテムがさ、でかいもんじゃなかったらブチ切れるな。さあなんだ。わお、エッジメリー1000も増えて、その上に、その上で V 効が 20% か。これはちょっと。そんで今のウェーブ一つだけ倒せたら、クリアだったら、あー、これはまあ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 、一戦切り抜けたら終わりぐらいだったら、まあ、メリットの方がでかいわ。
いいね。わかったわかった。来てよかったわ。そして、チャプター18の三つどもえ。もう三つどもえしてるけどね、割と。参考のせいで。おーし、今日も朝礼始めるぞ。全員集合。私も眠いです。てか、一ノ瀬さん、こっちで止まっとったんや。もうなんかこっちの社員になっとるやん、もう。おいおい、シャキッとしろよ。今日はかなりハードになると思うし。ハードですか？いつもハードじゃないですか？あれあれ。それで、今日はどこを攻めるの？ハードということは、あ、もうなんかボルテックっていう流れな気がするな。ああ、とびっきりハードで、やばい場所だ。なんです。それはボルテック、亡者の巣を狩りに行く。なんでそんなわざわざ自分から鉢合わせになろうとしてるんですか？気は確かか、主殿。ついに頭までおかしくなっちまった。頭のおかしいような見た目してるやつに言われた。昨日清掃場所を教えてもらったから、少なくとも騎士工業とはバッティングしないって話だったのに。なかなか大胆な案だね、リーダー。確かにハードになりそうだな。とにかく、どうしてそうなったか聞いてやろう。そうです、そうです。納得できないとそんな無茶についていけません。内容によっちゃストライキも。ストライキって言葉出てきちゃった。分かってるって、ちゃんと説明する。こっちだって一晩中悩んでたんだからな。おかげで俺も寝不足だ。寝不足の原因もう一人心当たりあるわ。まあいろいろと悩んで出した答えだが、内容は至ってシンプルだ。まずこのまま大手を避けながらやっていっても、今のうちの経営状況じゃ結局行き詰まり。それは確かに。そんなにヤバいの？この前メズチンに経理の書類見せてもらったけど、非常に厳しいと思う。マジか。結構うまくいっきょるような感じに見えようやけど、そんなことなかった。当期の計算でも1年、いえ半年持つとは思えません。持たせろよ。半年でワイドやばいって。アニメに来る分はやばいって。お前、状況も流動的で予測がつきませんので、倒産の時期が早まる。やめて、その倒産っていう4文字やめて。働くだけじゃダメなんて、会社ってのは難しいもんなんだ。難しいもんなんだよ。やばそうだと思っておったが、まさかそこまでダメな会社だったとはな。連載どこじゃないな。もう細いにも細いにも程があるわ。ねえ、細すぎるよ。そりゃこの前まで八代しかいなかったダメ会社だったんだもん。人の会社をダメダメに言うなよ。まあ事実だからしょうがないけど、とにかく黒猛者はお先真っ暗だ。だからまだ何とかなっているうちに打開策を取らないといけない。夜行列車がさ、どうにか舵を切らないといけないな。そして今回、亡者の巣という情報を手に入れた。騎士工業が動くってなら、これは噂じゃなくてほぼ確実にあるって前提の話だ。どこに行っても鉢合わせになるならば、いっそのこと大博打に出るということか。はあ、大博打って言うとなんか負けそうな気がするな。では懐に飛び込むということで。そ、それ、コアナに、だったかな、入らずんば、孤児を得ず。八代さんが難しい言葉は、何か良くないものでも食べたのかな。メズにお世話されてる影響かもしれんな。おい、そこ、茶化すな。まあ、話は分かったよ。でもそれ、ハードどころの話じゃないでしょ。喧嘩売るってどころの話じゃない。騎士工業とガチ構想ってことでしょ、それ。そうですよ。それに巣っていうくらいなら、七工業さんもかなりの人数を抑えてるんじゃないですか。おまけにゴミを操る技術ってのもあるでしょ。相手はさらに増えるってことで。やはりもろ手を挙げて賛成とは言い難いな。うん、まあ待てよおめえら。ハードだろうけど俺はその案に乗るぜ。おう、ハードなヘルメットかぶってるやつだったら言いそうな顔だ。まさかのとこから乗り切るやつが出てきたな。ここ最近は他社とのいざこざばっかで、フラストレーションが溜まってんだ。その点は拙者も同意する。明確に敵対するとなれば、こちらも手加減せず、
この技者を震える、うん、死人は出さないでください。そう、そこなんだよ。あっち行ってもこそこそ、こっち行ってもこそこそで閉塞感がパメーで、相手は他者の連中だからって本気でやれねえ。これじゃ息が詰まってばっかだ。俺は大暴れしたくてここに入ってんだよ。うん、私もそれに同意。キリクちゃんまでって、そりゃそうか、地獄のお尋ね者だったんだもんね。そりゃ暴れたいだろう。フリーザとかセルみたいな感じだろよ。もう地獄から蘇った時のフリーザやセルってそんな感じだったよ。講師とメズはどうだ、この案に賛成か反対か。単体の作戦としては反対ですが、当社の状況を考えた場合同意せざるを得ません。となると我に聞いても無駄だな。賛成がもう過半数だ。いや、聞いておきたい。もちろん我も大暴れに賛成だ。さっき賛成とは言い難いって言ったじゃないか。それはもろもろの状況を鑑みての言葉だ。何も考えなくていいなら、邪魔者はすべて蹴散らすのが手っ取り早い。うわ、話がわかるじゃねえか。思ったより好戦的な集団だったんですね、弊社。ま、賛成多数なら乗るしかないか。何もしなけりゃどっちみち終わりだしね。まあそうね。そうですね、この会社がなくなったら私は地獄送りになるんでしょうし。おりますよ。感情に入った経験があるともリーンが言ったらさ、説得力ある。よし、じゃあ決定だ。俺たちは亡者の巣を狙う。となるとさっきキリクちゃんが言ったように、ジャズさんがいたとしても岸地工業さんとの衝突は避けて通れないですね。敵として出てくるんかな。いいもん、やつしろ。あんたの兄貴分みたいなもんでしょ、あの人は。まあ大丈夫じゃないだろうな。恩をあだで返す形になってしまうわけだし。つか同業同士の衝突は一応ご法度だったのに、なんかそのあたりゆるゆるになっちまってんな。講師が言ってたようにギスギスしてるってやつだ。そうだな。しかし地獄全体で見れば回転が良くなって目的の活性化は果たせるのでは。超に上がっ、それが参考って感じやな。そこのところは間違いないよ。このままだと現世から落ちてくる亡者の数、つまり供給が間に合わなくなるかもって。いや、ガンプラみたいになってる。ガンプラみたいな感じになってるこれ。まあクショもどんどん埋まっていってるしな。そこらで見かける亡者の数もかなり減ってるし、そんな状況だと同業同士でやり合ってでも亡者集めしますよね。成績が悪いとクショを使う権利を取られちゃうわけですし。そうなんだよな。ルールに従って真面目に立ち回ってるだけじゃ全く稼げない。そこんとこ蝶はどう認識してんのよ。どうもこうも課長は何も言わないし、見て見ぬふりっぽいよ。言われたことをただやってるだけだもんな、あの人。そんなんで給料もらってるからな。給料泥棒ってそういうことを言うんじゃないのか。自分で考えるということをしません。一定の位におる人っていうのはさ、上からの命令をただ下に流すだけなんでね、自分で考えることをしません。そうなんだよな、モヤモヤすんの。あっちを立てればこっちが立たずってやつ。同業潰し禁止と参考、このルールを同時に守ろうとすると必ずどこかが破綻する。私はまあ亡者ですから、亡者を地獄に送るなんてルールもおかしいって思いますけど。根本からひっくり返そうとしている。参考のせいで余計におかしくなっちゃってる感じ。私も参考はさすがに無茶な制度じゃないかなと思ってるんだけどね。まあ一階の職員がなんとかできるもんじゃないし。おーい社長さんよ、だべっててもしゃあないし、そろそろ行こうぜ。そうだな、とりあえず考えるのはやっちまった後にするか。というわけでボルテックってとこに行くらしいわ。気になるな、ボルテックってなんなん、ボルテックって。